オルホン渓谷は、モンゴル中央部のオルホン川両岸に広がっている、渓谷。首都ウランバートルの西方約360キロメートルにある。その渓谷の文化的景観は、2000年以上にわたって、培われてきた遊牧民の伝統を霊称するものとして、ユネスコの世界遺産に登録された。何世紀にもわたって、オルホン渓谷は、ステップの王者の座所とみなされてきた。 その最初の印は、8世紀の突決のビルゲカガンによってこの渓谷に建てられたオルホンヒブンである。この石柱の北方約40キロメートルには、聖なる森に覆われた宇宙県山のすぐ近くにオルドがあった。キッタン人がこの渓谷を支配していた時には、石柱はキッタンの権力者の偉行を記録しておくために、3つの言語で刻み直された。山々は、 天狗グリスにおける世界の数軸として、神聖視されていたが、分けても宇宙さんは特別視されていた。それは、この山に河岸のソレイが宿っていると信じられていたからである。加えて、宇宙県山からは、コツと呼ばれる霊力が発していて、それが河岸に特欠を支配する神権を与えていると信じられていた。ゆえにこの警告を制する者は、 特決の支配者たることを天から認められたとみなされ、集団を統率することができたのである。したがって、オルホン渓谷を支配することは、特決のどの集団にとって戦略的最重要項目に属し、歴史上、特決もモンゴル人も拠点をこの地に置いたのである。オルホン渓谷の主要なモニュメントは、以下の通り、エルデネゾー,ソーインオルホンヒブンこの世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。フランク・ヘルベルト・ザ・ケンブリッジ・ヒストリー・オブ・チャイナ・ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、1994、i s b n 零から5 2 1 2 1四4 7 5ページ三百四十七。徳遣い骨愛党里ら骨没密戦を瞳、下岩成分、人務費には、北方の隅に国を襲わし、今野の二党を立てるとある。 野村栄三郎1937猛共心協旅行日記上原義太郎震災行き有効者 PP441 から555相馬拓也2014モンゴルを旅した二人の考古学者鳥居隆三と野村栄三郎のフィールドワーク最高ユーラシアの考古学61処方東京 PP33 から47ありがとうございます